久保さんいやああれですね。衰えてないですか。まあ最初北斗みたいな打ち方だったんですね。<laughs> まああの僕もですねタイピングに関してはあのー、最初こうだったんですけどあのホームポジション、徳田っていうソフトを買ってあのやってあのローマ字僕英語全然できなくてローマ字もわかんなかったんですけどまあその徳田のソフトで 練習してできるようになって、まあ今本当に普通、あの書く書くよりタイピングの方がいいですね。うーん。まああのー、正直久保さんが今から腕立て伏せ100回やしろっつったら多分100回は絶対無理だと思うさ。久保さんできます腕立て伏せ100回。多分ね本当にね体力に関あの筋力に関してはこれね本当その若い頃を,を 維持し続けるもしくは若い頃より筋肉量を大きく多くするってもうあのマジでねあのあれですよあのロッキーですよロッキーぐらいやらないとマジきついと思いますただし喋ることだったりとか書くことだったりとかここら辺ぐらいだったら別に進化することもできるかもしれないですよねそれに比べるとだからぶっちゃけ言うとうーあロッキーできます僕ちょっと難しいですね あれを40、50から久保さんロッキーできますあんだけのハードトレーニング <laughs>。てか、あれやったら多分ね、体ぶっ壊れますよね <laughs>。あれ映画の世界ですけど、あれ40、50からあれやったら、多分ね、えぐいでしょうね。うん。僕とか久保さんなんかは、ぶっちゃけ楽してスキルアップしてるんですよね。これ <laughs>。だってね、カメラに向かってただ喋ってるだけじゃないですか。ただし、これずっと喋ってるから、喋れるようになるわけじゃないですか。 で、久保さんが言った通り、まあ、60、70になっても、多分まあ、多分ですよ。おそらく、こんだけ話してる人はあんまいなくないですか、久保さん。多分六60、70、80になっても、多分久保さんとのやりとり続いてると思うんですよね、生きてたら。これね、多分ね、あのー、なんかの病とかにならない限り、多分き、あのー、普通だと思うんですよね。でも、やってることって、その、ロッキーみたいなことやってないんですよ。 ただ喋ってるだけなんですよね、カメラに向かって。ね。<laughs> だけど、維持できるんですよ。すごいないですか、これ。これ結構すごいことですよね。うん。で、あとやっぱ問題解決に関しては、やっぱその、今までどれだけの問題解決をしてきたかっていうところで、実はね、これね、ブログにも書い、今日のブログにも書いたんですけど、吉谷拓郎公式ブログにも。あのー、まあ、キャンペーン、ゴールドウィンクキャンペーンのね、あの、記事か。そう。 だからその、し、なんだろうな、あの、書いたのが、その、機動力っていう、まあちょっとタイトル機動力にしましょうか。いや、機動力が必要だよと。で、機動力っていうのは、まあすぐ対応する、瞬時にこう動けるっていう、まあ、力だと思うんですけど、多くの人ってなんでこの機動力がないかっていうと、なんかその、問題が起こった時にその問題を解決した、 リリカバリした数が少ないんですよだから、あのー、まあ、久保さんと僕なんかは悩みを受ける側じゃないですか。でもみんなそれを一人で解決できないんですよね。要はリカバリーしてきた数が少なすぎるから。で、僕と久保さんは多いので、しかも他の、他の悩みにも即答で回答してるわけじゃないですか。めちゃめちゃ多いんですよね、これ。これからも、正直自分の悩みなんかは、 あのまあ今後も出るかもしれないですけどいくらでもできるわけですよ。で、なおかつ何百人何千人何万人のね悩み相談をこれからも久保さんもすると思いますけどこれね正直人生余裕なんですよ。で久保さんが言った通り人生の問題ってお金の問題か人間関係の問題か健康の問題かっていうこれぐらいしかないのでまあ健康の問題に関してはね正直そのうんどれだけ気を使ってても あの防げなないい部分ももあるかもしれないですよねただしこれ医学が発達するのでまあこれはちょっと医学にお任せしようっていうところでそれ以外の問題っていうのはあのやっぱ自力で解決しないといけない部分があるわけですよ。うん。お金の問題はじゃあ科学があ進化して働かなくてもあの月100万ぐらい全員国民に配給されるってことは考えられますか久保さん。 今後、今後30年、40年後、国民が誰一人働かなかったとしても、あ100万円が支給される。っていう世界が訪れると思います。多分100万はないと思うんですよね。なんかそのなんか制度があってね、まあ、な、なんでしたっけなんかね、あの、10万か20万、その、支給されるみたいな制度ありますけど、これが100万円とかね、月収100万円を、えー、全員に支給しますみたいなね。それはさすがに僕はないと思うんですよね。 だから自分でお金収入で上げたいんだったら自分で稼がないといけないし、人間関係の悩みに関しても、じゃあロボットが解決してくれるのかっていうと、まあさすがにちょっと難しいですよね。なので、そういう悩みっていうのは自分で解決していかないといけないわけじゃないですか。でもそれを、もう何回も何回もリカバリーして解決しているんであるならば、もうね、ほんとテンプレートなんですよ。もほんとに。 まあこ,のこ,この状況だったらこう、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 もう考え方もすぐ変えられるし、臨機応変できるんですよ。だから、機動力がない人っていうのは、失敗に対してのリカバリーの数が圧倒的に少ないんですよね。うん。で、まあ、えー、相談する側であって、相談される側ではないので、量が増えないんですよ。量っつっても、自分の悩みしかないんですよね。僕と久保さんは、自分の悩み以外の圧倒的な量もこなしてるし、こうなると、 正直、その、めちゃくちゃ生きやすくなりますね。だって問題解決いくらでもできるので、考え方もあるし。でも多くの人はそれが少ないので、なかなか人生うまくいかないっていうことですよね。でも人生をうまくいく方法って何か問題が起こった時にどうクリアするかっていう、この解決策がいっぱいあればあるほど、もう余裕なんですよ。余裕。マジで余裕で生きてくれます。うん。だけど、うーん、それがない人はきついでしょうね。 うんだからお金の問題に直面したときに、いくらでもね、じゃあ今月100万作ろうみたいなね、できる人は別に問題だけど、すぐ作れるから問題じゃないんですよね。問題が起こっても問題じゃない。これちょっと難しい。もこれにしようかな。問題が起こっても問題じゃないっていうね、言ってらっしゃい。